サイコパス。はい、どうも、お力の龍一のキャドド宮田新井です。先週ね、自己紹介動画を撮りましたけど、今日はまた違った側面からみんなのね、内面を暴いていこうかということで、前回は自分の意見と他の3人の意見しかね取り入れられなかったけど、今日は AI の力を使ってそういうサイトがあるので、サイコパスなのかどうか、恋愛のタイプはどうなのかとか、そういうのを診断系のサイトを使って紐解いていきたいと思います。普通に恥ずかしい情報が出ちゃう可能性がある。こんな感じでいい？もうやっていい？とりあえずやりましょう。まずはさ、性格じゃない？まずは性格じゃない？性格の履歴書。あ、ありました。ありました。ありますよね。性格診断の方をねやってくださいね。で、終わったらそう、おしゃべりとかせずにちゃんと見直しをして、名前を書いているか確認して、静かに待っていてくださいね。はい、それでは始め。ラーメン食いてー。スーパーでこね、ちょっと喋ってる人いる？今喋る時間じゃないよね。はい、よし、沈むように溶けてゆくように。じゃあ終わった順でいっか。宮川くん、簡単な解説。テンションが高すぎ、慣れ慣れしすぎというところで一部の人からは逃げられますが、そのオープンな性格はもちろん長所です。誰とでもすぐに仲良くなれるタイプなのでしょう。あー、すげえすげえ。その通りだ、その通りだ、その通りっていうだね。だからオープン、オープンだけど、オープンすぎてっていう、そう、うん、それを慣れ慣れしいと捉える人もいるよねっていう性格ではある、うん、そうだね。あのグラフは俺芸術家が極端に低いですね。やば。家庭がめちゃくちゃ高くて、宗教と芸術が同じくらいで、才能は愛と人脈が異常に強い。執念と覚悟はないんだ。絶対ある。もうなんかちょっと意外だね。意外だね。俺は思ってないわ。で、適職ランキング1位、はい、専業主婦。でしょうね、はい、だって家庭的なさ。そんなことある？専業主婦、スポーツインストラクター、美容師。だけどこれね、実はね、6位に YouTuber あります。おお。で、ちなみに 10位に編集者がある。おお。やってはいけない職業は呪術師。誰がなるか。超そう、誰がなるか。特徴の一覧みたいのもあって、まあ、赤いのがよく特徴なんだけど、めちゃくちゃ赤いのが企画力ですね。ああ。そんなもんですね。なるほど、ね、面白い面白い。いや、ちょっと俺は意外というか、あんま信じてない。あ、専業主婦は別に俺は嫌いではない。家事はそんな嫌いじゃない。あ、そうだ。そういうところだよね。そういうところだよね。料理とか。うん、料理とか好き。素晴らしさ認定書ってもらいました。そうそう、それももらえる。新井さんの素晴らしさは、人を思って泣けるところと認定されました。あるあるある、そういう位置にある。何よりも人の気持ちを感じ取るアンテナが敏感で、傷ついてる人にビンビン共鳴します。また自分も強い感情に振り回されて疲れており、弱った人と共に泣くことができます。当たってる、当たってる、すごい。すごいや、はい、うー、なんかすっごい、なんか、すごい。やもう振り切りすぎ。やっぱほら、常人じゃないもん。いや、もう家庭人なんだね、意外と。家庭人が一番低いかなと思って。確かに。適職ランキング1位、予備高校師。2位、ニュースキャスター。3位、カウンセラー。 YouTuber はさ、9位だもん。やってはいけないし、やっぱ警備は無理だし。才能の内訳は、クレイジーさ、愛と人脈、頭脳と手腕、強いこだわり。なんかすごい赤くない？僕ずっと。なんとなくミヤと似てると思う。ちょっと似てる。はい、次石黒くんです。おお、一緒じゃん。ミヤ脳内が完全にオープンなところ一緒。え、全く一緒。え、ま、え、全く一緒じゃん。え、全くテンション高すぎ、慣れなりすぎて。え、すごい。ここで一部の人やるけど全く一緒。え、また低い。芸術家、ここ芸術家まで。もしかすると論理的が芸術家じゃないってされてるかもしれない。いや、うん、そうね。学者、実用家は分かるけど、接客業とデザイナーは絶対にない。まあでもなんかこう、見せかけの人の良さもあるから。俺とさ、こんなに似てるのにさ、なんでこんな違うんだろう。宗、だって宗教ないやん。宗教全然ない。へー、すごい。あー、そうだね。え、クレイジーさ、なお想像と感性もある。もうちょっとないと思うけど。愛と人脈、うん、血も涙も情もないんだから。あー、いやー、わかるな。裁判官わかる。一番赤いのがないな。臆さず人と接すると前向き、向上心、臆さず人と接する。企画力より俺実行力の方があると思う。
最後に自分です。精神がとにかく安定しているところ。落ち着いてるよな基本的に。よほど辛いことでもなければ精神面はほとんど崩れません。前向きで心の余裕があり安定した脳内を保てるタイプでしょう。それが全てのことにプラス。やっぱここ当たってんな、うん、やばっ。なんか絶対的にちっちゃい。全然ちっちゃいやん。いやでも俺もちっちゃかったけど。一番あるのが家庭だね。家庭頭脳がゼロ。頭脳の死ぬのやばい。もう八切れと人並みじゃん。こうやってお茶からは成り立ってるよ。1位スポーツインストラクター、2位ダンサー、3位美容師。これ美容師じゃん。美容師しやな。前向き向上費、人が好き。これが一番強いな。人が好きが一番強い、うん、あ運動センス。お前運動センスある。運動センスのか。でもまあ、まあ、7割くらい7割くらい当たってるかなってる気がする。芸術感がね低いな。ショックだな。ショック。いやまあでも論理的思考の人が芸術家肌じゃないって多分多分なっていうか、そうではないじゃん実際。じゃあ次は恋愛編。恋愛編行きましょう。恋愛免許証にしよう。で免許証、そしたらもう履歴書、どっち、免許証、免許証ね。これちょっと緊張するな。なんかだって言ってないもんね俺らが恋愛どうとか、うん、あ終わった。あ終わった。行きます。はい。狙った人をしっかり落とす狩人。おお、やめてやめて。そうだわ。まあでもそうじゃない。やめてやめてやめて。このタイプだ。キマイ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 。好きな人、好きなもの、居酒屋デート嫌いです。控えめな人、お嬢様、女子アナ。これ全部嫌いは全部合ってる、うん。余裕とモテが多いのはうざい。なんか余裕しゃくしゃくのさ。キモいやつじゃん。狙った女は。認定された特性がね。女なれやめろ。うん、鬼込み力。天狗。あーまあ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 。結婚不向き。あこれは威圧的もね言われたことあります。チャラオ。チャラオ。チャラオ。それで例えると大足。いや俺はこれはちょっと異議申し立てをしたい。じゃあ新井さんの免許。はい。限られた集団におけるスター。どういう捉え方なんだろうそれって。好き、居酒屋デート。居酒屋デートか。僕はね、素敵ですけど。居酒屋デート、無邪気な人、女子アナ、芯の強い人、家でデート。嫌い、無責任、口下手な人、頭が悪い人、喫煙者、服に気を使わない人。喫煙者ちょっとそそられ逆にね、かっこよさある。そうそうそう、うん、鳥で例えるとさ、大鷲だったじゃん、うん、この人ね、物で例えるとね、花束だって。へー、うわー、なんか分かる、分かるよね、うん、僕が花束なの、うん、この人はドーンなのよ。秋下はこう。あ、分かる分かる分かる。まあそういうもんです。はい。なんか緊張してきた。お、一緒だ。まさかの一緒だ。お前さ一緒。え、さっきの性格診断も一緒やったの。うん、こんな一緒。すごいな。好き、焼肉デート、無邪気な人、芯の強い人、束縛しない人。束縛しない人ってすげえ、うん、乗り換え。嫌いがね、その通りすぎる。記念日、オタ、復縁、重い人、口下手な人、束縛する。全部嫌い。男度4、女度2。同じだ、これ全く一緒。愛情1。一緒。純粋1。一緒じゃね、マジで。あ、俺2だ。ちょっと可愛いね。ちょっと可愛い。余裕と持てが欲しいんだけど。ここをやっぱりそうだ、極端にするとやっぱそうなんだ。そういうことだね。マジでそういうことだ。マジでここの極端な例なんだ ね。今まで絶対言ってたもん ね。でもそうだって俺らもね、うん、言ってるもん、うん、やばっ。ぽいよね、その恋愛とか抜きにして、その、そもそものこの俺とかさ、みやちゃんとかあきさん表してるこの性格がもうぽいぽい。うん。キャタいきます。頼りがいと明るさと若干のうさんくささ。お、おっと。好き、控えめな人、浴衣姿、束縛しない人。嫌い、生意気な女、束縛する女、金のかかりそうな女、よく喋る。男度4、女度2、愛情1、純粋1、余裕5、モテ3。余裕があるな。余裕がある。結婚不向きなんだ。うん、虫で例えるとカマキリ。お前俺らに食われるやん。お前何をどう表してるのそれは。ちょっと違う気がするな。何か違う気がする。なんか適当にやってるだろ。いやいや、爆破されやすい。なんか心臓に悪い、うん、いやちょっと、はい、でしたね。じゃあ最後、サイコパス。じゃあサイコパス診断やっていきます。
これね、アキッサにね、サイコパス出てほしいっていうか、出ないとおかしいと。出ないとおかしい。え、龍一でしょ。龍一もとか言って、これで俺がサイコパスしてたらめっちゃサイコパスじゃない。龍一もいいですか。どうぞ、はい、私、キャタはサイコパスではありません。ああ、これはまあ、わかるわかる。本当に純粋で明るい内面を持っています。自分の内面の声に耳を傾けます。人間的な姿、いや、人間そのものです。素晴らしい。真っ白や。素晴らしい。ここら辺が怖くなってくるね。怖いよ。私、ミヤはサイコパスではありません。おお。俺も一緒。内容も一緒だ。めちゃくちゃ純粋でした僕は。あ、なるほど。超人間だ。さて、さて、まあ、あるとしたらこっちやな。小人サイコパスコーン。おー。はい、僕はサイコパスではありません。なんだけど、おっと、しかしあなたはサイコパスかもしれません。一般的にサイコパスの一番大きな特徴は表面的には非常にしっかりしているということです。あなたの結果値はあなたがサイコパスではないということを表していますが、サイコパスの可能性があるあなたは意図的にこれを隠しているかもしれないということです。あ、わざと隠してる。怖っ。なるほどね。本物のサイコパス。もしあなたがサイコパスだったら最上級サイコパスですね。なるほど。あなたがサイコパスではなく明るい怖っ持ち主であることを願っています。一番怖いじゃん。いや、人狼だったらさ、なんか狂人みたいな。でどっちかっていうとサイコパス臭出してるで違うから、うん、サイコパスっぽい普通の人かもしれない。私、新井明久は、はい、はい、サイコパスです。え、ほら、やば、やっぱりほら。え、ほーらね。知ってます。多分あなたはサイコパスという事実を知らずにいるかもしれません。しかしあなたは明らかにサイコパスです。ほら、あなたの内面に暴力的で攻撃的な性格が育っています。いや、あるある。重要な点は、誰もが自分の知らない内面を持っていながら、これが正しいことなのか間違っているのかを判断することです。あなたも知らない内面に支配されないように。そう、なんか今さ、思っちゃったんだけどさ、恋愛で例えると花束ですよ。さ、花束渡してるサイコパス超怖いな。怖いなー。怖い。お前今さだんだんサイコパス順に並んでる。確かに確かに。俺純粋なカマキリだから。ずっとアキスタが仕切ってたけど、ちょっともうアキスタショック受けちゃった。お願いします。振りだって振り。まあ、ということでですね。お前、本当に。まあ、ということでですね。攻撃的な内面が出ちゃう。終わるよ。はい。まあ、ということで、僕たちのね、いろんな性格が、まあ、当たってるところもあり、当たってない部分もありましたけど、割とね、皆さんに伝えられたんじゃないでしょうか、ということで、終わりたいと思います。じゃあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。サイコパスバイバイは。